日本軍の大進中は1941年12月8日の南方作戦開始時に日本軍が行った太陽国への武力進中日本軍と大軍の間で戦闘も発生したが、タイから進中許可が出たため平和進中へ移行した。日本は太平洋戦争の開戦と同時に人を及びマレー方面への侵攻によって、 南方領域攻略作戦を開始する計画を立てた。タイはマレー及びビルマに対する作戦実施のために通過せねばならないところであり、その後も両方面に対する作戦基盤としてインドシナと共にあらかじめ日本が確保しておく必要があった。1941年1月以降の懸案であった、非、タイ間の軍事的緊密関係の設定は進展が見られなかった。 日本は大首相、プレーク・ピブンソン・クラームを親日傾向の強い人物と考えていたが、タイ国内は親衛的勢力が強く、当時の国際情勢下で大首相が日本に協力的態度を表せない事情も察していた。日英が改戦すれば、両勢力に攻撃される立場にある大は中立を長く維持することはできず、いずれ日英いずれかに加担することになるため、日本は 南方作戦の基盤として引き入れておきたかったが、日本が早期に軍事同盟の類を提案すれば、その情報はエミーランに伝わり、その目的を達し得ず、日本は軍事的緊密関係の樹立のための対体交渉を武力発動の直前に行うこととし、1941年11月13日に対対施策の対抗を大本営政府連絡会議で決定した。 11月23日、具体的措置として、大本営政府連絡会議は、対対措置要領を決定し、これを、現地陸海軍最高指揮官を呼び、中台大使に指示した。1941年12月4日、早朝、マレー上陸部隊の主力船団は、三和港を出発し、台湾に向かっていた。陸路では12月6日頃までに、この絵師団の主力は、 インドネシアの大国境付近で応変の体制を持って、タイ対タ侵入作戦の準備を進めていた。対進中の問題は、対首相に対進中の要求をいつ突きつけるか、その大託に応じていつ、陸路から侵入を開始するかの2点にあった。タイとの交渉開始は、日本時間で開戦日の0時、陸路での侵入開始は、開戦日の0名頃、平和進中の場合は、 正午頃までであり、タイとの交渉開始から侵入開始までの時間的余裕は多い方が良かったが、開戦日の例明時には上陸部隊がすでに上陸しているはずで、いつまでも侵入開始を待つわけにもいかなかった。当日の12月8日レ時タイ首相と連絡が取れず、午前1時50分、タイの外務大臣、大倉大臣に大量を通過したいこと、 敵意はないので抵抗しないでほしいことを申し入れた。時間は日本時間大首相から新中許可に関する応答がないため、8日午前3時30分、南方軍は第15軍に進撃開始を命じ、第15軍はこの絵師団に大対,対侵入作戦開始を命令した。12月8日午前7時、この絵師団戦検体は前進を起こし、割った名過ぎた付近で、 飛行機から通信等で平和心中が成立したことが伝えられ、9日未明バンコクのドムアン飛行場に到着。この絵師団の主力渋滞は8日、不業国境を突破し、思祖本位制は先見隊の進路に入り精神。前衛及び第1、第2定団のこの F 表第5連隊の初隊はバンコクに前進して先見隊の指揮に復帰した。この F 表第4連隊の第3、 第四帝団は9日、夜半、プラチャンブリに到着し兵力を集結した。師団司令部は9日、午後バンコクに入り、コランコロ大学に司令部一致を定めた。この絵師団の大侵入と同時に、第15軍司令官は、鉄道部隊を、対側に入れ鉄道路線の工事を始めさせ、12月10日には、サイゴンからバンコクを経て、南イに至る、鉄道一貫輸送が開始された。 また8日昼頃、陸軍第3飛行集団は平和進中か、武力進中か判断はつかず、アランプロテット飛行場上空で、飛行77戦隊の戦闘機11機、飛行第31戦隊の軽爆9機が、威嚇飛行を実施中、大国空軍の小型機が攻撃してきたため、3機撃墜を、報じた。集団長、菅原道中将は、武力解決もやむなしと判断し、 午後3時頃になっても平和新中の見通しがなければ、ドムアン飛行場に集結中の対空軍を撃滅することに決めて南方軍に意見具心したが、午後2時頃、平和新中の通報があって中止した。シンゴラパタに方面第25軍戦県兵団は、主力はマレー国境近くの大量、シンゴラから安藤死体はパタにターベから上陸し、マレー国境を突破し、 所在の英軍の抵抗を排除して、ケダー州西部を南進しようと計画した。第25軍戦県兵団は、8日午前4時12分、シンゴラの第1回上陸部隊の戦闘部隊が上陸に成功、上陸後は英国領事館を占領し、シンゴラ港に上陸根拠地と水上基地の設営を始めた。陸海の航空部隊は、陸戦支援、紹介を実施した。パタニ ターベ上陸を行う安藤死体は、不評第42連隊を機関とする人員約7200名、車両約230からなる部隊であり、輸送船6隻に分乗した。このうち、不評一子大隊に各種部隊を加えた約2800名がターベに上陸する部隊で輸送船2隻に分乗していた。死体の任務は主力を、パタニ川口西岸に一部を、 ターベ北方に上陸させ、パタニ、ターベ両飛行場を占領し、テダー州に進撃することだった。8日午前3時、パタニ、ターベ部隊ともに上陸開始に成功する。パタニでは、大軍の反撃があったが、午前11時40分、頃、大軍は降伏した。夕国までに両飛行場ともに占領に成功した。大軍側には、タムボンボトンに第42不評大隊があった。 うの死体うの死体は、第15軍第55師団の一部で、不評第143連隊を機関とする各種部隊からなり、その任務は、仏院から隊に陸路進駐する、この絵団と呼応して、南部対角地に上陸して、付近の飛行場を占領し、第25軍のマレー攻略を容易にするとともに、速やかに、マレー半島を横断してその西岸ビクトリアポイントに、達し、 その飛行場を占領して、マレー方面作戦部隊の即敗を援護するのにあり、宇の死体の上陸地は、ナコン、バンドン、チュンポン、プラチャップ、別に、吉田死体がタン船でバンコク南方海岸に上陸する。バンドン上陸部隊の終停隊は8日午前8時40分、シーラット河口を発見して、そこを開始、午前10時頃、バンドン市に突入し、 同日中に飛行場を占領した。スラトタニに入場したところ、対応率警察や一部の市民が抵抗し、暴風雨の中根線が繰り広げられたものの午後の、うちには武装解除要求を受け入れさせた。この戦いによって、タイ側は死者17、18人。宇野市隊長の直卒するチュンポン戦団は8日午前3時頃に、白地に侵入し、上陸後は大軍の抵抗を受けたが、 武装を解除させ、飛行場を占領した。大軍側には、バンナニアンに、第38不評大隊があった。ナコン戦団の、第1回上陸部隊は8日午前4時頃に、終停隊を出発させたが、豪雨の影響で午前5時20分頃ようやく、海岸に達した。しかし、目指すパクパーン川口の発見に手間取り、午前7時30分、発見して、そこを開始。 午前10時ごろ、ナコン駅付近に達し、若干の大軍の抵抗を排除して、ナコン市周辺と飛行場を占領した。大軍側には、タムボンパクホーンに第39不評大隊と第15砲兵大隊があった。プランチャップに向かった上陸部隊は午前6時30分ごろ上陸し、大軍の抵抗を制圧し、飛行場を占領した。日本軍に対し、 空軍パイロットとプラチャップ警察が共闘して、翌日の正午までは持ちこたえたもののタイ政府から戦闘を中止するようにとの通達を受けたため、降伏した。死者は日本側の発表によれば115人で、タイ側の発表によると217から300兆吉田死体は短戦でバンコク南方海岸に上陸。作戦任務は同海岸に上陸後速やかにバンコクに急進して、 ラーマー六世橋を占領することにあった。12月8日午前3時から4時の間に抵抗を受けることなく、バンプー海岸に上陸した。タイの態度が明らかではないため、第15軍参謀、矢原広道中佐と補佐官、徳永賢治中佐が待機を伝え、タイの態度が明らかになると、午後1時40分頃バンコクに到着し、 この F 表第4連隊主力の到着後に同体に復帰した。1941年12月8日午前9時頃、タイ首相はバンコクに帰還した。人もよりのタイ国軍指揮官に対し、日本軍に抵抗しないように命令してきたが、帰還後は無線で全軍に停戦命令を果達した。タイ首相は直ちに日本大使に面会を申し入れ、午前9時30分頃、 面会が始まった。日本は第二次条を釈明して、大量通貨の必要性と即時停戦処理を要する理由を説明し、1、軍隊通貨の承認、二某守同盟、3、公主同盟、4.3国同盟加入、いずれかの条約を締結したいと申し入れた。大首相は日本が即時停戦命令を出すことを望み、日本が提示した要望の選択肢から、 単純な軍隊通貨協定を選び、末尾条項にあった、日本派将来マレー方面におけるタイの湿地回復を考慮、するを不要とし全文削除を要求した。こうして8日、正午頃に協定は成立し、午後3時頃、正式に調印を終えた。タイが通貨協定のみで、湿地回復の約束も不要とするのは、日本側の選挙区が不利な場合に英国との、 国交調整で中立を堅持したかったが、日本の圧倒的な兵力の前に、日本の要求を入れざるを得ない状況に追い込まれたと、釈明するためと推測される。先の停戦命令が徹底されておらず、非対艦で衝突が起きていたが、8日正午から午後2時までには、おおむね停戦できた。ただし、プラチャップでは、通信機故障のため、うの死体と長く戦闘が続き、双方に、 相当の死傷者が出た。その後、非、対韓の交渉は進み、12月10日夜半に、公主同盟決定、11日午前11時に、公主同盟仮調印、21日正式調印式が行われた。ありがとうございます。